輪島市朝市組合は、前の組合長らで作る NPO 法人輪島朝市に対し、輪島朝市の名称の使用禁止などを求めて、先月金沢地裁に仮処分を申し立て、1回目の新陳が開かれました。組合側は、NPO が名称を勝手に使い、混同を生んでいると主張。輪島朝市復興基金ご寄付のお願いという基金が立ち上がりました。混乱して間違って寄付をしたという人が実際にいました。やっぱり全国の皆さんにですね、やっぱり輪島朝市、とやっぱり混乱するような状況を今どんどん作っているというのが現状でありますので。一方、 NPO 側は答弁書を提出し、今日2回目の新陳が開かれました。輪島朝市は輪島市の朝の市としては広く知られているが、輪島市朝市組合の商品表示としては広く知られていない、名称の差し止めは認められないなどとし、争う姿勢を示しました。